ユタ州、ワサッチ群産のオゾケライトオゾケライトは、昔風には、ジロウと呼ばれる、自然界に存在する、方向性の鉱物質のワックス、またはパラフィンである。多くの地域に存在する、明確な組成と結晶構造がないため、鉱物ではなく、循鉱物とみなされる。オゾケライトとは、ギリシャ語で、臭いを意味する、ゼータと、ロウを意味する、カッパイプシュロンロウから造語された。 標本は、スコットランド、ノーサンバーランド、ウェールズ、その他、約30カ国から採集されている。これらのおぞけライト産地のうち、カスピ海のトルクメンバッシュワンのチェレケンシマ、インドのヒマラヤの一部、及びアメリカのユタ州の交渉が言及に値するが、最後のものは大部分が枯渇している。商業生産を続けている鉱山が、今もガリツヤにはあり、ウクライナのボリスラフ、 スタールニア、ジュビニアックなどがある。鉱物自体はカルパティア山脈の東西どちらの斜面からも発見されている。オゾケライトの交渉は鉱脈とほぼ同じ過程で形成されたと考えられている。地中の割れ目や隙間に入り込んだ石油がゆっくり蒸発して酸化したことで堆積したパラフィンだけが残った。天然に見られるオゾケライトは非常に柔らかいワックスから 石膏のような硬さの黒い塊まで様々である。比重は0.85から0.95の範囲で、融点は58セッ100度。ジエチルエーテル、石油、ベンゼン、テレビン油、クロロホルムに硫化炭素などに可用である。ガリツヤのオゾケライトは炭光色から暗褐色まで色が異なり、二色性のために緑色に見えることがよくある。 通常の融点は、摂氏62度。科学的には、おぞけライトは、様々な炭化水素の混合物で、85から87へ、両の炭素と14から13、重量の水素を含む。おぞけライトの採掘は1880年代に、ガリツヤで始まり、当初は、テロードで運ばれていた。しかし、鉱山の深さが200メートルを超えた頃に、 おぞけライト鉱山を保有していた企業が電力を導入して、搬送、排水ポンプ、および換気などが電気で動くようになった。これらの鉱山には通常、縦鉱と横鉱があり、おぞけライトの存在する深さに達すると、交渉の走行に沿って掘り進む。算出されるワックスの純度は様々である。最良の場合、手づかみで純粋な資源を分離できる。 他の場合には資源が土壌と混合している。この場合、手作業で岩や石を除去してからワックスストーンを大きな同器に満たした湯の中に入れて加熱沸騰させ純粋なワックスが表面に浮かび上がるようにする。その後、今度は水なしで再び溶かして不純物をすくい取った後でわずかに塩水系の塩糖を溶飯に流し込み出荷用にブロック形状にする。 蘇生オゾケライトは、最初に、硫酸で処理し、次に、木炭で処理することによって生成され、セレシンが得られる。通常は61摂氏78度の融点を持つ。セレシンは、主に蜜楼の混和物として使用される。混ぜた時の見た目の違和感を減らすため、人工的に着色されることも多い。加熱蒸気を流しながら蒸留すると、オゾケライトからは、ソク原料を得られる。 これは、石油や、シェールオイルから得られるパラフィンと似ているが、石油起源のものよりも融点は高い。従って、例えば気温が高い環境でも使用できるろうそくを作ることができる。その他、軽油やワセリンに似た製品も得られる。留め分は硬くて黒い、ロウのような物質になる。天然ゴムと混合することで、オコナイトという電気絶縁体を製造できる。また、魚宅用の炭や、 靴積みなどの原料となるヒールボールも同じくおぞけライトの留め分から製造できる。おぞけライトの採掘は石油から生成するパラフィンとの競合により1940年以降は減少した。しかし、ほとんどの石油製ワックスよりも融点が高いため電気絶縁体やろうそくなどの一部の用途では依然として需要がある。ありがとうございます。